はい、7月の7日。はい、お、七夕ですね。はい、七夕です。金曜日、電車の朝の日もそうです。はい、はい、はい、七夕だからって特別なことをするとかはありません。そうですね。あ、涼しい。今日朝からすごく気温が高い。今日は33度まで登るらしいですね。多分今30度近くあるんじゃないですかね、外。あると思う。ね、めっちゃ涼しい。今日は、京都は38度。かわいそう。38度って体温を超えてるんだから。ね。いいよ。あ、涼しい。快適だ。皆さんの中は。快適だ。快適だ。湿度は 73%。あ、まあ、ちょっと高め。あ、はい、7月の7日。おはよう、みんな。はい、8時28分。超晴れ。26.1度の 73%。いや、みんな暑いよ。ここ。この日なしの中はね、ちょっとかろうじてちょっと涼しいんですけど、もうやばいですね。もうこうはこうも晴れられるとね、ちょっとね、やってられません、ね。はよう。換気扇回しちゃっていい？あ、回しちゃっていいです。はい、皆さん、換気扇を回しました。換気扇を回すとちょっと驚いちゃうひな。ねえ。さあ、音楽買う。おはよう。25.7 度。切ってたんだ。25.7 度。もう暑くてヒーター切ってたのか。失礼します。26度。27.8。 26度の 27.8。 ギリギリのモニターが気になる。よし、これの水が溜まる前にいろいろな仕事を片付けましょう。知ってるかい。水が回収。水残りがあります。ほい。餌はね、比較的よく食べてるね。そのうちひなの可愛い行動集みたいなのをね、投稿するので、そちらの方もぜひチェックしてください。まずね、字幕の応答化をしたい。はい、元気そうで。ここ的のヒーター切ってたもん。ヒーター切ってました。寒いの、寒いかな。いや、25.7 度。ああ、大丈夫かな。はい、こいつらは昨日から
外の暮らしに始まりました。外の暮らしが始まりました。外の暮らし。外暮らしのダチョウエッティ。なんで君は逃げないんだ。痛い痛い。はいはい。こいつ逃げないよ。おう。これ。本当だ。すんごい綺麗に食べますね。あのお皿とか。ね、あっちもそうだよ。うん。4じゃ足りないの。足りないね。トレイをもう一個入れましょうか。そうだね。5とかにしよう。もしかしたらもう あっち並みに食べるかもしれないし、うんうん、おどきになって、はい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 、一心不乱に僕のことをついてきます。痛くはないです。かわいいね。はい、いいね。来たの来たの。かわいいかわいい。首がね、ふに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 ってふにふにってですね。懲りずに来ると無事に健康に育ってほしいもんですね。はい。で、なんかね、扇風機をね、設置してね、なんかみんな風に吹かれて気持ちよさげに暮らせてるようですよ。はい。かわいいね。ドアップにも耐えられる、このかわいさ。あらららら。カメラが気になっちゃう。伸びて。あらららら。いいね。いいね。あ、かわいいよ。いただいてる。かわいいね。ねえ、このね、日傘の中は30度なんでいかないように調整してるんで、ひなたちゃんもね、湿度を除けば快適なんじゃないですかね。どうした？カメラ気になっちゃった？文明の利器に触れたい？スマホを渡せば自動にしてくれるようにならないかな。スマホをさ、固定、どっかに固定しててさ、ね、ダチョウたちがさ、自分で今日の朝の僕たちのルーティーンです的な感じで自分らで撮影開始したらいいなぁ。よいしょ。ね。ん？え？あの、ほら、どっかにカメラを固定して、はいはい、ダチョウのヒナたちが、うん、自分で録画ボタンを押して、あそうね。動画が始まったらいいなぁ。いい、それすごく良い。あ、ほらみんな今年中にはね、Wi-Fi を入れて、ね、それを配信環境みたいな、そう、配信環境を整えて、どこぞのオアシスが永遠に中継されてるみたいに、このひなのお家も ね、そうそう、いいよ、中継したいね。もうちょっと真ん中かしら。いや、いいんじゃない。うん、あ、そっち側も通れるし。やばい、みんな食いしん坊。なんもないのに。あ、あのね、お皿の、あお皿の下にあったんだよ、餌が。あ、うん。なるほど。落ちてる餌を食べてんだ。まだ取ってる？うん、まだ絶対食べてる。決して僕たちが餌を与えてないわけではございません。何、どうしたの？あ、出ようと。出れないでしょ。どうせ一線超えれないんだよ。いいよ。ねえ、かわいいヒナもややもすればこんなにでかくなっちゃって。いや、立派になったな。そうして外に出て僕たちの手を離れていきます。
今日は5杯5杯5杯でも食べます。2杯2杯のあそこに1杯。そうですね、そうしよう。いいよ。さあ見てください。うわ、朝の朝のバイキング、朝食バイキング朝食バイキングだよ。毛のドアップ、カメラ回している横にね、ちょっと乱入してきまして、毛のドアップを今お送りしておりますが、はい、毛にもオレンジ色と白色がありますしですね。あ、いい食べっぷりだ、いい食べっぷり。ここの人たちはさ、うん、すごいいいよね、本当に食べっぷりが。とっても良い。3グループに分かれて。素晴らしい。偉い。理想的。誰も外れてない。うんうん。とか言うと外れ出すやつ。あっちの方がありそうだ。場所替えしてるだけだ。え、でも本当に場所替えしてるだけだ。みんな。味変なんかねえぞ。ねえ。すごい、みんな。すごいよ。聖子ちゃんも大きくなってよかった。ね。40番もでかい。もうなんかあんまり見分けが、あれだろう。うんうん、でもでかいよ、体がでかいよ。うん、いいですね、順調。40番ってあれだよね、悪いことして巨人の島奥に変えた人。そうです、島流しって呼ぶパラディ島に送られた40番も元気です。中にね、1、2は人間に慣れてる人いるね、いるよね、うん、これとか。ここの子はそんなにみんな過敏じゃない。そう、いい。あそこの区画の人はちょっとビビってるね。いいよ。じゃあ外も上げておきます。なるほどね、そのオケだったのか。あ、うん、あ、袋持って出るの重いじゃん。うんうん、いいよ、よいしょ。敵に混ぜてんのかなと思った。あ、いや、もう、あ、でもそろそろこっちは今度はグロワーを混ぜ始めてもいい頃です。はい、はい、どうも。どうだった昨日一日、夜外で過ごして。もう残念なことにちょっと具合が悪いっていうか、もうちょっと厳しそうな子もいる。昨日の夜でってこと？多分足がじゃなくて。あ、違う。ああ、そう。何があった？何があったんだろう。パニックでぶっかった？いや、ここ昨日ライトつけてたっけ？いや、つけてない。暗すぎてぶつかったとこない？あるかな。それから何者か、こんにちは。それはここ入れるしな。そうだね、入れちゃう。でもここ閉まってるけどね。ピョンっていけない？ピョンって、それは怖い。餌はよく食べてますが、皆さん。うん、皆さん、今日は33度なんで、よく水飲んでね。うんうん、水は全然減ってなかったんだよね。なんと。ね。ちょっとでも水飲んで涼んでね。皆さん、我々が粘点ボックスを作ってるのは、こういう人を救いたいがためなんですよ。ね、難しいからあんまりね、映したくはないんですけど。そうなんですけど。でもまあ現実としているんで。そう、なんで作ってるのかってね、聞かれると。粘点って何ですかってね。ああ。ね、まあ、読んで字のごとくなんですけど。足がねじ、転ぶって書くのか。よいしょ。転ぶもねじれるって意味だよね。うんうん。原因は転ぶだけじゃないんですけど。うんうん。まあ水も飲んでね。
うん、頑張れ。この人たちは汗をかけないから水を飲むしかない。そうね、で口でハーハー、あ、気づいた、いいぞ、いいね、人にが気づけばみんなが気づかず、それがダチョウ。さあ皆さんも、これは水飲んでて美味しそうでしょ。お、通じた、いいね、大丈夫か、多分大丈夫か、地面ベタってしてるから涼しいのかな。ああ、ちょっとはウニタンの長靴が気になった。あ、いいぞ、あ、美味しい水を飲んで、ね、あっち行きたいね、あっち行きたいけどうまくいけないか、水こっちにもあるからね。よいしょ、大丈夫、痛いよ。はい、こいつやけに小さいよな。どれどれ、これ、あ、本当だ。まあでもお腹は大きいんですよね大丈夫そう、不思議だ、うん、同じ年齢なの。うん、どうしたの、ちょっと濡れたくちばしでつつかれるとね、ピンマイクケースぶっ壊れるんですけど、やめてください。お友達に肩貸してあげて、お友達じゃないって、ひどい、ただのルームメイトです。もうあのちっこいの中入っちゃったし、うんうん、いいね、一番いいとこで食べてるよ。君は翼大丈夫、鼻に餌が詰まってるよ。あら、あいつ鼻に餌が詰まってるんだけど大丈夫か、取ってあげる。いやでもどうせ逃げるよな。水飲んでこい。そうだね、熱そう。はい、よいしょ、お、立てる、頑張れ。ね、あの具合の悪い子はなぜああなってしまったのか、あまり見当がつきませんが、ね、こんな感じで毎日お世話をしておりますということで、今日の7月7日七夕の朝のひなしあわせは以上で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、暑いですが、元気にお過ごしください。チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回のお世話の動画でお会いしましょう。バイバイ。